ペドロ・ガスタン・デ・オルレアンス・エ・ブラガンサは、ブラジル行為請求者。オルレアンス・ブラガンサ家のペトロポリス系の課長であった。王女、イザベル・ド・ブラジルの長男である、グランパラコ・ペドロとその妻エリーザベとドブルゼンスキーの長男として、フランスのウーで生まれた。彼は、幼年時代をヨーロッパと、ブローニュシュルセーヌにある一家の家で過ごした。私は、祖父母の良い思い出がたくさんある。 フランス亡命中、ポルトガルや、フランスでなく、私は常に、ブラジルのことを考えて育った。と、彼は後に語っている。父ペドロは、自分の結婚が原因で、皇位継承を放棄したとは考えていなかった。カラブリア公アルフォンソとバルセロナ博不安の支援を受けていたペドロが死ぬと、ペドロガスタンは、自身が、ブラジル皇帝家課長だと宣言した。彼の立場は、 サンパウロ大学法学部教授フランシスコ・モラトに指示された。モラトは、ブラジルの法律に照らしても、父、ペドロの正式な結婚が、既戦結婚であることを理由に、行為継承権を否定することにはならないと結論付けた。1945年、ペドロは、妹で、ブラガンサ公爵夫人のマリア・フランシスカと彼女の子孫に対し、 ブラガンサ行為を請求する権利を放棄した。ブラガンサ行為は1816年に皇帝ペドロ一世が創設したものであるが、その弟であるポルトガルハイオーミゲル一世の子孫らが行為を戦勝してきた。現在はフランシスカの長男デュアルテピオがブラガンサ公を自称している。ペドロガスタンは2007年12月にスペインのビリアマンリケでラコンデサで亡くなった。 1944年12月、両シチリア王女、スペイン王女、マリアデラ・エスペランサと結婚。六子を設けた。ありがとうございます。